はい、どうも、くまさんです。今日のニュースはこれということでですね、百田直樹チャンネルでですね、本日8時から出演いたしますか。ちょっと小さな声でですね、今日はですね、お届けさせてください。今ですね、東京のホテルでですね、いつものテンションで撮影をしていたらですね、隣の部屋で子供が泣き出しまして、ホテル側にですね、割とガチめに怒られました。はい、このような状況が続くようですと申し訳ありませんが、という形でですね、くまさんですね、まあ、今の百田さんがね、出している大ヒット中の例の小説の、種明かしではないんですけれども、くまさん1日だけね、ホームレスになってしまいそうなのね、このまま。だとね、なのでちょっとそれも怖いんでね、ごめんね、お子さんね、怖かったよね、おじさんがあんなでっかい声でウィーとか言ったら、それ怖いよね、もうほんとほんと反省しました、クマさん反省。だからちっちゃい声でね、短い時間でね、告知をいたします。いつまた泣き出すか分かんないんでね、急いでいきたいと思います。はい、というわけでですね、今日の20時からですね、おそらく20時頃からですね、百田直樹チャンネルの方にですね、出演させていただきます。一般人のおじさんが頑張って何ができるのか分かりませんけれども、百田さんのですね、懐の深の器の大きさに甘いながらですね、頑張りたいと思っております。たださっきですね、ガチ地味に怒られてですね、クマさんに若干テンションがへこんでおります。若干へこんでおりますので、なんとか盛り上がって頑張っていきたいと思っております。ただですね、1個でもう1個盛り上が、もう1個へこむことがありまして、おいかさんがですね、なんとですね、おいかさんにサンドイッチされてて大変だとか前言ってたんですけど、なんと今日ですね、そういえば言ってましたね。今日のですね、28日のですね、ちょうど時間もかぶります。8時から及川さんがですね、オンラインセミナーのを開いているようです。いやー、及川さんどこまで熊さんをいじめるんですか。もうね、ギリギリ熊さんギリギリです。でもまあ、熊さんね、あんま政治詳しくないんでね、アメリカ大統領選挙の話なんか今日する気ないですからね。だから大統領選挙について知りたかったら、こちらの及川さんの方を見ていただければと思います。熊さんの方ですね、いやー、地方のキャバクラは1時間2500円で安いですよとか、そういう話しかしませんからね。そんな嫌だという方はですね、及川さんの方を見ていただければと思います。はい、で、あと短くニュースも言っておきましょうか。ここ2、3日で大騒ぎになっていた、テネシー州のナッシュビルの爆破事件なんですね。犯人が判明いたしました。アンソニー・ワーナー容疑者、63歳だということです。しかしこの方、一緒に爆発しているため、もう死んじゃっているようです。お亡くなりになっていると。でね、なんかね、もうね、やっぱりね、クマさんの言った通りだったでしょ。なんか頭のおかしいやつの単独犯にされるぞと。で、結局真相よくわからないまま闇の中行くぞっていうふうに言ってましたよね。はい、その通りになりました。はい、断言させていただきます。これはですね、バラク・オバマがですね、FBIにですね、明示でですね、行った FBI の自作自演だと思います。もう間違いないと思います。ハンター・バイデンの時にはですね、1年間もハードディスクを持ったままですね、何にも捜査が進展しなかったのに、はい、今回の事件はですね、なんと2日で逮捕、はい、2日でですね、なんか DNA 分析も終わってですね、そして仲間もいなかった、この人の単独犯だという形でですね、決着がついたようでございます。そんなバカな仲間がいないってなんでわかるんだ。おい、怪しすぎるだろ。でも久保さんの言う通りでしょ。同じ事件がですね、またね、1月の6日までに起こる可能性ありますから、アメリカ在住の皆さん気をつけてくださいね、ということでですね、ではですね、これからですね、大急ぎで動画を作ってですね、久保さん、百田さんのいらっしゃる場所へですね、向かいたいと思います。では、夜8時頃ですかね、8時過ぎですかね、では皆さん、お会いいたしましょう。バイバイ。